楽しみにしてた。やばストライダー TV 第2回となるストライダーキャンプの会場にやってきました。見てください、この青空。昨日はですね、台風直撃でどうなることかと心配していたんですけれども、見事な秋晴れとなりました。昨日からスタッフが一生懸命に飾り付けをしまして、とっても華やかな会場になっています。この大自然の中で子どもたち、どんな体験をするのでしょうか。今回は貸切ということで、たくさんのストライダーファミリーが集まっています。どんなベースを作っているんでしょうか。早速見に行ってみましょう。友達とかできたりするのが楽しそうだな、うん、さっきもあの、ね、隣 の、 あの区画の子と一緒に遊んでもらったりして、やっぱそういうのってこういうとこ来ないと関わりできないし、あとはなかなかストライダーもやっぱね、場所を選ばないとできないとこばっかだったりするので、ここで広々と遊ばせられるし楽しい。キャンプは今年からハマってて、徐々に徐々になんかピクニックからこんなキャンプまで来たのは今日本格的な本当初です。だから家にいるよりは日が沈んだら寒くなるし、暖かくしないとダメだけど、まあ、焚き火してとか火が熱いよとか、まあ、川があれば水は冷たいよとか、いろんな自然の流れを教えられるんで、こういうとこが一番いいかなっていう。今日3歳の子と0歳2ヶ月生まれて2ヶ月ですかね。テントだけだとちっちゃい子厳しいかなと思って、それでトレーラー買って、でエアコンもついてるんで子供たちはそこで寝て、お父さんはテントで一人で寝るって形ですね。平日はあれでテレワークしてます。自然の好きな豊かな人に育ってほしいなと思って、はい、外に連れ出そうとしてます。キャンプは2回目です。で去年コテージをお借りして、でもう寝袋とかもなくてすごく寒かったので、今年はもう思い切ってキャンピングカーをレンタルして、みんなで、もう今のところ快適です。で慣れてきたらもうテントでやりたいな。運動会とかもなかなかできなくって、本当自分たちも見れないので、ね、こういったストライダーのイベントがあって、とてもやっぱり皆さんで共有できて楽しいな。大人になっては初めて。そうですね、楽しみにしてた。あの去年のやつを見させていただいて、はい、でも楽しそうだね、もう今年もやったらぜひ行きたいねって言ってたら、もうやるってことだったので、うんうん、もうすぐに応募させていただいて、キャンプをもうなんだろう、家族だけっていうのはちょっとハードルが高いんですけど、みんながいるっていうのは絶対子どもたちも楽しいだろうなっていうのがあって、ね、みんなでストライダーに乗って、ね、あの気にせず走り回ったりする機会ってもうなかなかできないので、うん、走り回ってキャンプも楽しんでやってほしいなっていう、うん、それを楽しみにね。ストライダーキャンプは共に作るというものをテーマにして、みんなですねこんな感じでランタンを置くのを手伝ってくれています。みんなで自分の手で置いていくっていうのが楽しいですよね。楽しみといえばミステリーツアーです。先ほど少し雨が降りまして、ひんやりとした空気の中、この真っ暗な道を子どもたちが進んでいきます。
レッツゴー。戦闘が一番怖いよね。うわー、びっくりした。バカ野郎、バカ野郎、バカ野郎って言わないよ、失礼だもん。お化けに、ごめんなさい。なんだ、やばい、ごめんなさい。地獄か。全然見えない。やばい。本当動かないでくださいね。これ、あ、これ終わりやん。ちょっと見せてくれ。歩いて。歩いて。ほらほらほら。歩いてる。せーの。えいえいあー。いただきます。いただきます。大丈夫だよ。お、大丈夫か。僕がついてるからね。はい。何の音？誰なの？バイバイってね。バイバイ。大丈夫だったね。優しいお化けさんだったね。ありがとう、ありがとう。バイバイ。バイキャンプ2日目の朝です。ご覧いただきますように、今日はですね、ミニアドベンチャーカップが行われます。大自然の中でどんなレースが繰り広げられるんでしょうか。とにかく自分の力でなんとかこういけることを応援したいな。参加者としてこうレースに参加させていただいているので、客観的にちょっと見ることができてなかった部分っていうのがすごく感じ取れて、今日まあ2歳のお手伝いさせていただいたんですけど、本当みんな可愛くて一生懸命走ってたので、うちの子もなんか頑張ってるのかなっていうふうに感じることができたんで、すごく良かったと思います。去年初めて参加をして、すっごい1日で成長したのがもう嬉しい体験だったの で、この成長を他の子の成長の場面に立ち会えたらなと思ったので、ぜひボランティアやりたいと思って応募しました。2歳の子がすぐ頑張ってる様子、もう泣きそうになるぐらい感動しちゃって。頑張れしてる、応援して頑張れって言ってて、お兄ちゃんになったなっていうのも感じられたので、一緒にやってみてよかったなと思いました。ストライダーキャンプ2日間、子どもたちもたくさんの発見があったのではないでしょうか。次回のストライダー TV もお楽しみに。せーの、ゴー。